はい、どうも皆さんこんにちは、ソルトです。フォールアウト3前回の続きからね、やっていきたいと思います。アンカレッジ戦争記念館のなんだミレークカニのモンスターみたいなやつですかね、あちらをタロスクエストというところです。前回まあ大冒険から帰ってきたところではあるんですが、今の現状ちょっと確認してみましょう。アサルトライフルね、今装備してますし、結構武器がね増えたんですよね。スナイパーライフル、シュレッジハンマー、あとはハンティングライフル、これか。なんか使いやすそうなんですよね、非常にね。ではね、クエスト行くついでに一旦回復をしたいと思いますので、方向はどうかな、今マップ。ああ、やっぱここか、記念館は途中の分だね。スーパーマーケット、こっちにファスト、トラベルをして回復をしてから行きましょう。殺したクリーチャー78、もう結構殺してるな俺。スティームパック、これもないしね、まだ。ああそうだね、弾丸買っておけばよかったな、そういえば。これは見たやつだろ。もう敵湧いてないよね、多分ここは。安心していいんだよな。よし、まあいい年を回復だ。1時間寝るだけでね、回復できるっていうのがいいよね。そっか、あと鍵が開かなかったやつとかあったけど、もうスキルが上がったから開けれるようになったんじゃないかな。わ、ここグレネードがすげえある。あ、こんなところに。マジでこんなあったっけ。マジで気づいてなかっただけか。これ本はこれ読んだらなんかあるやつなのか、これ。これバーターが1上昇、なんかよくわかんねえな。あれ、鍵付きの箱とかどこにあったっけ？こっち？ミニニューク。
そうだね、あとアイテムが多すぎてもしょうがないから、ここを代わりの倉庫として使っちゃおうかな。でこんなに持ち歩いてもしょうがないしね。コンバットショットガンと、まあ、アサルトライフル1個持っていって BB ガンとか使わないしね。このネイグボードっていうのがすごい気になる。レーザーピストルもいらないしな。中国軍アサルトライフルむちゃくちゃ強えなこれ。いやアサルトライフルが基本強いんだなこれ。うん、あとタイヤレンチなんかいらない。よし、こんだけ置いておけばね、もしもの時にいいね。あ、それと反対側のこれ見とこうかね、一応。からこれはセンサーモジュール、よくわからないやつだね。コンダクター、あ、これだ、これこれ開けれるようになってるね。開いた。ぐらいかみたいだね。結構あるな。あ、そっか、ここに入れたな俺。入れた入れた。食べ物をねだいぶ突っ込んだんだよなここにな。まあここはねやっぱ何かあったら戻ってこれるようなイメージでね見ましょうか。よし行こう。でまず装備はねどれでいこうかな。やっぱ弾が一番多いの。いや、そんなに今あれだね、バラバラ撃てるほどは弾ないな。アサルトライフル、これが一番多いな。 AK、 これでいこう。で、マップを見ながらこっちの方向だね。なんか倒れてるぞ。誰だお前は。
一応ナイフもらっていくか、修理用にね。重い。とりあえず敵は見当たらないな。ここは一回来たところだろうな、多分ね。ケルベロスがまたいるんじゃないのかな。あれ気持ち悪いやつね。前回すごい心臓に悪い出現方法をしてね、ちょっとだいぶ焦りましたけどね。これなんか乗ってたりしないのかな。しないね。へい。よく来たね。取引はするかい？取引はしない。いつで。弾、ハンティングライフル、この人が売ってんだ。32口径一応全部買っとく。ハンティングライフルはいらない。はあ、微妙だな。弾をね、売ってもらったというところだけですね、ここは。結構ね、クエストの出現場所というか、このちっちゃい矢印がね、左下なんですけれども出てきてるんで、これ多分いろんなミニクエストのね、方行き先じゃないかなと思うんですけど。地雷は全部撤去してあるよな、ここで。ケルベロスがいる可能性がある。確かこの建屋だと思うんだよね、これ。これ敵っぽいよな。正解、アンカレッジ記念館。はい、じゃあこちら行ってみようと思います。はい、まず目標をねちょっと確認しましょうか。アンカレッジ記念館のミレルークを殺すな。で、アンカレッジ戦争記念館のミルレーク産卵ポットに観察装置を仕掛ける。観察装置、観察装置って何？なんかもらったっけ？なんだろう。これだ。ミルレイクをもう殺してはいけないんだよね。いや、もう敵いるんですけど。
もういるんですけど、これ本当に殺すのってどうせってこと。これやだな、殺すなって言われても。なんか変な音してるやん。はい、やだな。怖い。何をすればいいのかがわからない。これ敵が攻撃してこないのかな。してこないならまだ俺は我慢できる。いるんですけど。本当にしてこないのかな。いや、こいつ後ろを見てるからまだバレてないだけだわこれ。あ、これ超怖えわ。怖え、今から記念館だ。うわ、なんか歩いてる。普通に歩いてる。うわ、なんかすごいぞここ。ちょっと待って、もう一回見よう。アンカレッジ記念館のミルレーク産卵ポットに観察装置を仕掛ける。殺すなでしょ。で、多分ここが卵が置いてあるところ。この下に多分観測装置つけるんだろうな。ひあいつ見てたよな俺を。く、怖いんですが。いやいやいや、おるやん。え、大丈夫なのこれ。私攻撃しないよ。いやいやいや、めっさ攻撃してくるやん。産卵ポットどこだよ。ちょっと待て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 、産卵ポットどこ。殺しちゃダメなのに。痛いっす。この先行こうか、とりあえず。ほら、嫌だ。ダメじゃん。もうめっちゃ攻撃されたし、痛いし。いる。
てかでけえ。いるね、ワンサがいるんですけど。おわあ、よし、こんなね攻撃できないということがこんなに怖いとは本当。いや目的が分かんないのかな、またに2人いるな、これなんかいたよな今。おい見えてる見えてる、開けるのかお前、そんな知識あんのか、今日は何もないところ。お前開けるなよ扉モンスターが。もういらな、冷蔵庫だけサイズが小さいので調べてみると隠し部屋が見つかりました。施錠されていてピッキングできないため鍵も必要でしょう。はい、ちょっとね落ち着いて見れない以上はね無理っす。今どうなってる、そう。もういいよバレてもね、もう。もうバレてもいい。どこに行くのが目的なのかがわからない。とりあえず殺したらダメっていうことだけは分かってる。別の場所から操作します。いやすごいな、すごいことになってるぞ。ふう、はあ疲れるな。どこだ、上に上がればいいのかな。大概こういう行かないといけない場所って下だと思うんだけどね。見つかった、くそ。ここなんか来た覚えあるぞ。もうここじゃないのかな、ほんとここだと思うんだけどな俺。アンカレッジ戦争記念館のミルレイク産卵ポット、監査措置を仕掛ける、ここだろ絶対に。あセットってある、ちょっと待てよ。違うな、そういう意味ではない。すげえ見てる、あった、来た、観察ポットにつけれたぞ。どけ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 、もうお前らに用じゃねえよ、俺帰る俺帰る、
よし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 、やっべ帰り方わかんねえ。これどうやって帰るんだ。こっち？こっち？ちょっと待ってよ、ここどこだよ。あ、やっべ、あの、これ迷子だわ。ちょっと待って、回復スティンパック、スティンパックやだな、もったいないな。あ、この辺のご飯食べるやつを食おうかな。あんまり変わってねえな。ちょっとマップ確認。わかんないんだよな、これマップの見方。違う。とりあえずこれ上に上がればいい感じ。こんなところ来たんか俺、本当に。これ違うね。うわ、来てる来てる来てる、追い詰められてる。こっちだよ。えい、やべえ、設置できたのに今度はね帰れないというね、ほんと。はい、ちょっと一旦では長いので一旦ここで終了したいと思います。また次回ね、この続きアンカレッジ記念館、脱出、そちらの方へ、お送りしたいと思います。本日もフォールアウト3実況ご視聴ありがとうございました。ソルトでした。